キックオフを前に大勢のサッカーファンが詰めかけたスタジアムには大歓声が響き渡っています。この試合は EA スポーツがお届けします。試合開始を前にスタジアムはスタンドからの熱気に包まれました。サポーターからの大声援がこれから始まる激闘を予感させます。実況は西岡明彦、解説にはおなじみ福西崇史さんをお迎えしています。シペルリガのこの一戦、大変な試合になりそうですね。それぞれ得意とするスタイルはあるでしょうが、いかにその形に持ち込むかが鍵でしょうか。序盤の展開に注目していきましょう。こちらがホームチームの先発メンバーです。攻撃的な 4-5-1 で戦うようです。カウンターに備えやすいシステムです。アウェーチームのスターティングイレブンです。ご覧ください。同じく攻撃的な 4-5-1 で戦うようです。今日は見どころ満載の試合になりそうですね。福西さん。ええ、この2チームですからね。期待しましょう。フェネルバフセのボールで試合が開始します。ドリブルでボールを持ち出しています。ゴールは見えるか。流し込めば決まる距離でしたが、強く蹴って外しました。そもそもコントロールすれば入ったと思います。クリアしたようなものですね。チャルハノー。そういえばメディアや SNS はここしばらくこの選手の話で持ちきりでしたね。今日はフルスとの初対戦ですが、やはり複雑な心境なんじゃないでしょうか。まあどういう形で移籍したかにもよるので、何か思うところはあるかもしれませんね。とにかく新たなチームの選手として期待されていることを。抜けた。ブロックしました。ボールを前に、ここで狙いたい。これはクリアしきれないか。ゴールを狙う。ゴールゴール。フィニッシュは目の覚めるようなボレーで決めてきました。なんというテクニック。この失点は監督も一体何をしてるんだと言いたくなるでしょうね。クリアするなら一旦外に出すか、大きく前に飛ばさないとダメでしょう。中途半端にクリアしたことで相手のチャンスになってしまいました。ボールを、空いているスペースが見えたか。
同点かと思いましたが外しました。絶好のチャンスでしたね。まだ時間はありますが、このまま同点にできないかもしれません。ハカン・チャルハノール、パスをこの位置で防ぎます。仕掛けてくるのか。いいところにボールをつなぎました。チャンスきた。あっと、1対1の場面でしたが決めきれません。明らかな決定機だっただけに力が入りすぎたんでしょうかね。ムブアナ・アリサマッタ、いいところへ出した。これを止める。なんという反応でしょう。素晴らしいセーブでした。ボールはエリアへ。シュートのコースを読んでいましたね。再びコーナーキックです。ボールを入れた。このボールは相手にクリアされました。試合はスローインで再開です。ボリ・ボリンゴリ、チャルハノー、さあ決められるか。やってしまいました。これは悔やまれるミスでしょう。決まっていれば試合の流れを決定づけるゴールになったんですけどね。ジャネル・エルキン、フェネルバフチェが入ってきました。いい形です。ちょっと角度がなさすぎました。狙うべきではなかったかもしれません。冷静になるべきでしたね。シュート以外の選択肢を考えるべきでした。ハカン・チャルハノール、スコアは1対0。ここでハーフタイムを、後半開始です。ナビル・ディラル、玉飯・ギョヌル、これは見事なインターセプト。ピエール・エメリク・オバメヤンですが、バイエルン・ミュンヘンへの移籍が決まりました。これまで所属していたクラブは、あ、思い切って打てるか。これはキーパーが難なくセーブ。コースが少し甘かったですね。さすがにあれは決めさせてくれません。視野が広い。同点ゴールが来るか。ちょっとクリアが小さいか。ゴール、ゴール。フィニッシュは目の覚めるようなボレーで決めてきました。なんというテクニック。クリアするならもっとはっきりクリアしないとダメですね。中途半端なプレーが危機を招き、相手に決められてしまいました。ちょっと集中力を欠いているんじゃないでしょうか。ボールを運んでいます。キーパーと1対1。
よく止めましたが、ここはプレーを切りたい。決定機にもなりかねないパスはディフェンダーにカットされました。チャルハノ、簡単にさばけるシュートでした。ボリボリンゴリ、サイドに展開します。フェネルバフチェからのスローインでゲームが再開されます。ここは縦を突くでしょうか。視線が中にいった。さあ出すか。シュートを狙う。よく前に出ました。キーパーがボールを拾い上げています。あ、危ないですよ。さあリードできるか。これは見事なタックル。サブの選手がピッチに向かいます。このコーナーから勝ち越し点に結びつけて、サポーターの声援に応えたいですね。いいボールが出ました。強烈なシュートでしたが枠を捉えきれません。近距離なので威力のあるシュートより精度のあるシュートの方が良かったんじゃないでしょうか。サイドから攻撃でしょうか。危ない場面でしたがディフェンダーがカットしました。ジャネル・エルキン、ナビル・ディラル、ディフェンスボールを奪います。カウンターのチャンスが来ました。ここは決めておきたい。仕掛けてくるのか。ドリブルで敵陣、これは絶好のチャンス。しっかりとクリアして相手の得点チャンスを阻みました。中に、見事なテクニックで突破してきました。やりました。値千金の勝ち越しゴールです。嬉しそうですね。このままいけば今日の主役になります。素晴らしい抜け出しからしっかりと決めました。この選手は常にディフェンスの裏を狙っていますね。違うカメラから先ほどのゴールをご覧ください。このゴールで勝負の行方は決まったと言えるでしょうか。そうですね。これはちょっともうなさそうですね。ナビル・ディラル、キープに苦しんだのか相手へのパスとなってしまいました。ここでシュート、またもゴールです。立て続けの得点となりました。相手チームは呆然としています。さっきの得点で少し気落ちしたかもしれません。これ以上の失点は避けたいですね。今日のチームの働きは監督としても満足のいくものだと思います。ナビル・ディラル、アスン・カマラ、ドリブルで相手を揺さぶります。相手ボールになります。試合終了。このリーグ戦はアウェーチームの勝利です。チームは巧みな試合運びを見せリードのまま勝利しました。